はいみなさんこんにちは歴戦に越しの森山です令和3年度司法書試験の受験案内これが法務省の方から本日出ましたので速報の形でお話をさせていただきたいと説明させていただきたいというふうに思いますでそれがこちらということになりますこの内容について昨年と違うところだとか試験の日程だとかそれから試験会場などについてお話をさせていただければというふうに思います まず上の方から見ていきますが受験申請受付の期間これが書いてありますけれども受付期間が4月30日から5月17日までここまでに申請をきちんとしないと受験できないということになりますからこれを忘れないようにこう申請していく必要があります。で試験日なんですけれども、 大方の予想通り7月4日あれは3年7月4日になりますね7月の第1日曜日これが例年試験日ということになりますがこの日に受験ということに正式に決まりましたいよいよ直前期という感じがいたしますでその下のところですね見慣れない注雨が書いてあります少し見ていきます司法書士の施行規則6条1項の時刻として午前の分については午前9時15分 午後の部分については午前午後0時45分を指定しますというふうに書いてありますでその上にも指定時刻と書いてあって午前が指定時刻9時15分午後の方が指定時刻0時45分と書いてありますでさらにその下太い字のところで上記の指定時刻までに試験室に出頭していない場合には受験することができませんというふうに書いてありますでこれは一体何のことなんだろうかということについてお話をしていきますが こちらの方ですね実は司法書士を施行規則に改正があったんですねで、こちらが、えー、改正前の条文改正前の条文になりますこちら見てください第6条試験の運用のところですね、えー、受験者は試験を開始する時刻までに試験会場内の試験室に出頭せずまたは係員の承認を受けないで試験室から退出した時にはその試験を受けることができない 試験を開始する時刻ですから午前の部でいうと9時半までに部屋にいなければ受験できないですから9時半ギリギリに入ってきた方が受験できたとこれが今までの規則だったんですねところがまあいろんなトラブルがやっぱりありますギリギリ入ってきて試験官がそれに対応しなければいけないとかいうこともありましたので新しい改正後の条文がこちらになります第6条。受験者は指定された時刻までに 試験場内の試験室に出頭しない、えー、なんていう時にはこう受験することができませんよなんて書いてあるわけですこの指定された時刻、えー、これが新しい、えー、規則の方に盛り込まれましたですから今回はこの条文を受けてこの指定したわけです時刻を、えー、それが午前の部でいうと試験開始の15分前、えー、午後もですね試験開始の15分前を指定してその時までに、えー、部屋にいなければ受験できない、えー、こういうふうにしたわけですですからこれ その時間までにちゃんと教室にいるということが今年の試験から求められているわけですで、これ法務省のホームページにもわざわざ赤字で書いてあります その指定された時刻までにいなければこう試験を受けることができないというふうに書いてあるわけですね。でちゃんと赤字で書いてあるわけです。ですからこれは法務省の方もしっかり守ってもらうししっかり運用していくということでしょうからこの時刻をこうしっかり守って受験室にいると試験会場にいるということが求められるんだということをしっかりこう理解をしていただければという,ふうに思います。ででで次なんすすけれどもささあここちちらららののね受験案内こちらの方をさらに見ていくと 今度はですね、今度、えー、こちらの方ですね、発表ですね、試験結果の発表日、こちらが書いてありますが、10月11日、まあ例年よりこう少し遅くなった感じがします。で、ただ10月11日になる前に、8月16、令和三年8月16日にこれ。 正解だとか基準点の発表がありますからあこの基準点午前の部それから午後の部の卓一こちらの基準点が発表されますからその基準点をクリアしたかどうかは10月を待たずに8月16日のところで判明すると言った形になりますで、えー、合格が10月11日にわかるよということになりましたでその後口日試験がありますで口日試験の日程も載っておりますが口日試験の日程ですねこちらが えー、公示試験の発表が11月12日で、えー、いうことになりました。で、いうことですね。で、さらにこの受験申請のところになりますが、えー、こちら見てください、で、えー、6番受験申請手続きについて受験申請手続きについての載っておりますが、カッコ3番写真、カッコ3番写真というところを見ていただければと思います。でこちら去年のですね、えー まあ受験案内とは多少違っているところがあって無謀で、かつ正面から上半身を写した背景のない写真というふうに書いてありますが括弧の中、申請者が宗教上または医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲において頭部を布等で覆うものである場合を除くと書いてありますから宗教上の理由あるいは医療上の理由であればこう帽子をかぶると。 ういうことができるようになりましたでこちらも実は司法書籍施行規則こちらが改正されることを受けたものなんですねこれが新しい条文になりますがこちら括弧の中にの中試験を受けようとするものは受験申請者に申請者の写真ですねこれをまあ3か月以内に撮って写なければいけないんですがこれを添えて。 試験を受けようとするところに出さなければいけないよというふうに書いてありますで、これも改正がされてこちらが改正後の条文になります括弧書きが増えております の中にがある、まあ、よくある会社法なんかである構造ですが申請者が宗教上または医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆うものである場合には無謀でなくてもいいですよというふうに書いてありますからこちらここも去年の申請書と受験案内と違う点ですよということをですね、確認していただければという,ふうに思います。 よろしいでしょうかえこれを5月17日までにですねえ申請をしなければいけないということになりましたで7月4日が試験で口実が一番下に書いてありますが10月25日ということになっていくわけですでそれからですね今度はその次見てもらうと今度は4番のところで 試験を実施する法務局または地方法務局というふうに書いてあって全国15箇所のところで試験会場がありますがこちらの試験会場の方も各法務局の方で発表されております。ちちょっとと画面の方に出したいと思い思ますすこちらですね 令和3年度司法書士試験のです、ね、実施会場といった形で書いてありますが東京の方が日本大学の経済学部それから早稲田大学の早稲田キャンパス去年は西早稲田キャンパス、まあ、理工学部だったんですが今回は本部のキャンパスですね早稲田キャンパスの方に移っております。で 今、法務局の方では、この日本大学と早稲田大学の振り分け、例えばどっちが先にこう埋めていくのか、例えば先に出した人がどっちになるのかというのはまだ未定だそうですから、受験申請するときまでには決定してくれるということですから、日本大学で受けたい方、早稲田大学で受けたい方、その情報をよく見ていただいて、後から出した方がいいのか、先に出した方がいいのか、まあ、しっかり理解した上でこうこで出していただければと思います。で横浜会会会場場や埼玉会場まだ決定してないな 会場が多いですけれどもそういうところもこの4月中には発表してくれるというところが多いですからお待ちいただければと思いますで、千葉会場は慶也大学ですねそれから京,京都会場が立命館ですねで、神戸会場が湖南大学ということで決定しております であとは福岡会場の方もですね第1会場第2会場がありますからこちら福岡の方は見ていただければというふうに思います九州近辺の方は福岡で受験する方も多いと思いますからこちら福岡会場を書いてありますでそれからですね札幌会場の方も出ておりますで広島会場の方が試験告知の掲載がないというふうにこの画面には書いてありますがつい先ほど発表されて広島工業大学専門学校 広島工業大学専門学校ということになりましたので、えー、広島の方があ新しい区ですね、受験会場が発表されたということになります。では、えー、ちょっと受験案内、あとは例年と同じところも多いですので、そういうところは飛ばしていきますが、まあ指定時刻が、えー、こちら載ってるよということですね。で、今度はえっ、ー、と五ページの方に行くと、えー、下の方ですね、こちら括弧七番のところですが。 こちらは持ち物だとかあるいは受験ときにこう見るもの身につけるものについて書いてありますけれども下から2行目のところから見ていきますかマスクフェイスシールド透明で顔全体の表情等が試験監督員から確認できるものに限るおよび手袋透明で 音が出ないものに限るを使用する場合には試験開始時刻までに着用してくださいということでマスクだとかフェイスシールドこういうものをつ、ね、ける場合には試験開始時刻までに必ずつけておいてくださいね途中でつけると不正行為みたいに見られてしまいますからつけるんなら初めからつけておいてくださいという形になりますそれからなおのところなおマスク、フェイスシールド手袋ハンカチタオルポケットティッシュウェットティッシュ携帯用、まあ、手のです、ね、消毒液 手指の消毒液、肘掛け等についても公正な実証を妨げる恐れがあると判断した場合には使用を認めないこともありますというふうに書いてありますから不正がないようにこう使っていくということが必要になりますで、ここでマスクを使いますよフェイスシールドを使いますよって書いてありますがマスクをつけなければいけないのかフェイスシールドをつけなければいけないのかということについてはここには書いてありませんで、次の括弧14番のところを見ると 新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方は当日受験を控えていただくようお願いします会場に来られた場合でも同感染症への感染が疑われる場合には受験中止をお願いすることがありますのであらかじめご了承願いますと書いてあった上で同感染症への対応については 法務省ホームページにおいて追って公表しますと書いてありますから例えばマスク着用が義務なのかあるいは、うん、こう入り口のところでですね、体温を測るのかとかあそういうことについてはまだあこの受験案内からは分かりませんから追って法務省のホームページこちらで発表されることになりますからあレックの方でもこちらの情報提供はしていくということになりますからぜひアンテナを立てて見ていただければという,ふうに思います。 でそれから15万のところは先ほどの指定時刻の話これしつこく書いてありますね、えちゃんと時間内に来ないとえ受けられませんよ、え今回があこれ初の適用ですから。 しっっかり守ててくださいいいねという形でで書いてあるわけですそれから災害等が発生した場合も法務省のホームページなどで発表するあるいは受験地の法務局地方法務局に問い合わせてくださいと書いてありますこの近年入った注意事項今回からではありませんが注意事項でありますが災害等がこう試験の直前に起こって試験実施するのかみたいなことが問題になることがありますからその場合にはきちんとホームページの方で確認をしてくださいこんな内容になっております。 でこちらの受験案内ですがあこれでですね、えー、去年と違うところとか注意すべきところについては私の方から速報の形で、えー、お話をしておきましたただ、えー、これ皆さんが受験する、えー、このこれから司法書士の試験の受験するためのルールブックですからその1日、どのようにこう、えー、試験を受ければいいのか持ち物は何なのか正式な公式ルールブックですから必ず目を通して読んでおいてください。 そんななの聞いてないて例えば耳栓はだめだとかペットボトルは1本持ち込めるとかいろいろ書いてありますので特にまだ受験回数が少ない方とか受験が初めてな方っていうのはきちんと目を通して、まあ、そうでない方もきちんと目を通していただいてルールを理解した上で試験を受けてくださいそんなルール聞いてないってことがないようにすべて目を通してから受験するようにしてください。 でこの受験案内の方には、ですねこの受験の申込書、受験申請がついておりますから、こちらと受験案内、これがセットで法務局の方で配布がされております。でレック ではレックの各本校の方でもこちらを配布しておりますからぜひレックの各本校の方にお越しになっていただいてこちらを入手していただければというふうに思います本日4月1日法務局の方でこちらの配布が始まりましたがレックの方でも取り急ぎ各本校に設置していきます東京都内であれば明日以降設置がされておりますのでそれから全国の校舎の方ではあさって4月3日の方を目安に設置をする予定ですからぜひレック の方にお越しいただいてこちら早いところを入手していただいて目を通しておく早いうちに目を通しておくそれから受験申請も忘れずに5月17日までに行うということですねやっていただければというふうに思いますこれから直前期を迎えていきます特に今回本日この受験案内が発表されたことで正式に試験日が決定して皆さんの 気持ちもですねいよいよ高まってきたかと思いますこの直前期レックの方でも講師陣我々講師陣を上げて総力を上げてこうサポートしていきますし応援をしていきますぜひ最後まで一緒に頑張っていきましょう